そこ行かないよろしくお願いします。よろしくお願いします。え、何しますか今度あれ映像が乗ってるね、はーはー。何まだ大丈夫だよね。40秒、30秒。ごめん、ちょっと来て、ちょっと来て、曲が分からなくてさ、ちょっとごめん、これだよって、ちょっと曲調のところに行って、はい、えんちゃんのこの曲って言って、乗ってるね、はい、あ、止まらない母ですよ。あ、それ、それと、ちょっといい曲、これとこれとこれだよっていうのをちょっと言ってもらって、そうだね、止まらない母、はい、止まらない母ってないな。東京ナイトってアルバムに入ってますね。いつもの曲の後でかかるからね。もっと使う。終わりじゃないぞとか僕好きですけど。終わりじゃないぞ。じゃないぜ。終わりじゃないぜ。すいませんね。アリオサルバとかでもいいですけどね。じゃあ曲調。アリオサルバ下から番組。ありがとうございます。あ、なんか今日音割れてます。でかいの。ありがとう。とうとう入ってしまったよ、ここ。なんか落としたんでしょうか。わかんない。なんだろう。ちょっとやりながら。はい。失礼します。はい、皆さんこんばんは。やってまいりました。火曜の夜7時。エリューの愛、オープンザセサミ。始まるよ。はい、みなさんこんばんは、エリューでございます。はい、こんばんは、まさとです。今日のミキサーは局長でございます。はい、こんばんは。はい、はい、皆さんお疲れ様でございます。お疲れ様です。今日はどんな一日を過ごされましたかね、リスナーさん。おのコメント来てますね。はい、はい、バッテン熊五郎さんこんばんは、熊本からハイサイ、はい、スカピーさんもこんばんは、はい、一福堂さんこんばんは、まだまだ明るいね。そうなんですよ、明るいですね。全然ですね。なんだってあれいつだっけかな、21だったか2だったかが夏至なんですよね、皆さんね。はい、そうですね。もうそこに向かってもうどんどん明るくなって、明るく日が長く、はい、ねえ、はあ、暑いですよ、ムシムシしてますよ。そうですね、まだ、はあ、まだがっつり梅雨なので、いや本当になんか明るいね、はい、そうですね。なんか今までおちびちゃんがこの5時から7時まで空手だったんだけども、7時過ぎでも明るいので自転車で帰ってこれちゃうって、だからしばらくの間、はい、助かるななんて思ってたら、今日は昨日土砂降りの中帰ってきたせいで風邪ひいたのかな、学校帰ってきてから疲れたっつってダウンしております。はい、はい、そんな感じですが、まさと1週間どんな1週間でした。いや、まあ1週間というかね、先週ちょっとお互い出れず、あれ番組穴が開いちゃったんですけど。先週でしたっけ休んだの。あれ先週、先週だよ。先週はどんな日だっけ。いや多分先週自分が一人でやるよって言ってたんですけど、仕事でできなくて、ああごめんなさいっつって多分再放送やったはずなので。そうだ、はい、そうだ、再放送かけたんだ。みんな覚えてる。すいません、ね、ちょっと忙しくて抜けられる。そう、実はね今もこう階段タタタタ、エレベータータタタタってっていう時にね、マサトにもう57分だよって言われてもみたいな感じで走ってまいりましたが、はい、そんなこんなでなんか妙に忙しいね。今日もギリギリまであれでしたよね。そうですね、はい、なんか目まぐるしい、うん、はい、なんかあんまりこれ発表したくないんだけどね、実は皆さんってか最後に言う、いや多分最後までいない方もいるんで、自分もちょうど言おうと思ってたんですけど、うん、ちょっと7月の1日から自分今働いてるところが移動になって、ね、今までは火曜日確定で夜は開けてたんですけど、ちょっとしばらくお休みをいただくので、うん、まあ、休みとかが被ればまた来るので、そう来週からしばらく、そうですね、来週は仕事確定なので、その次の週も多分仕事があって、そうなんですよ、その次の週は前に言った大阪にも行くので、なんかね、はい、今度新しくなんだっけできるパルコ、そうです、沖縄にパルコが来て、そこに移動になったんですね、はい、だからちょっとオープンからバーッと忙しいので、しばらくマサト消えます。夏休みも来るので、はい、まあ、ま
あ秋口くらいからね、もしかしたらいるかもしれない。あ、でも多分本当に3週に1回とかは休みが被れば来るので、はい、まあそんな感じで皆さん今日2時間、はい、あのお耳をこちらに傾けていけいただけたら嬉しいなと思っております。どうぞ皆さんよろしくお願いね。はい、ところで久しぶりでございますが局長、はい、いかがお過ごしでした？久しぶりですね。はい、順調な毎日を過ごしております。なるほど、はい、あ、いいですね、順調な毎日、うん、ちょうどねなんかマイクのスタンドがど真ん中をこう見えないという顔がね、そうそう、はい、実は今 BGM 矢沢がかかっております。はい、はい、次の番組の技能ガルフという番組の、はい、あのファンの方たちがあのちょうどなんかねギャラリーにいらしてたんですよね。でその一人の方がすごい矢沢不安で、はい、で私も好きでそれでこう時々会うとそれで盛り上がるんですけど、であの曲使いたいのよ私って言ったけど、このあの曲のねタイトル思い出せなくって、え局長あの曲って歌ったら通じなくってそれ通じねえわなみたいな、題名が出てこないね、はい、その時にやっぱり力強いのがリスナーさんギャラリーからちょっと来てちょっと来て何言ってんのよ40秒前だぞ、いいのいいの来て来て来てどの曲みたいなね、はい、無理やり入ってもらって、はい、曲の設定をしてもらったと、はい、ありがとうございます。はい、はい、そんなこんなでね今週も楽しくやっていきたいと思いますが、はい、今日のテーマが、はい、不思議な話、はい、不思議な話というか不思議と思うことだったり不思議な話だったり、はい、何でもいいんですよ。でもう一個、ムカつく、ムカつく、はい、ムカつくもいろいろありますよね。なんかさ本当に腹立ってムカつくのと、はい、あとなんかこうサプライズでもうムカついちゃうなみたいなね、はい、いろいろありますよね。 ありますね、はい、まあそんなのをみんなで話していけたらなと思っております。はい、ね、どうですか皆さん、あの湿度が高くなるとなんか些細なことでもムカついたりしません？そうでもない、暑くなってもなんかちょっと暑さが続くとムカついたりしません？まあでも普通に生きてたら多少なりとも1日1個や2個ムカつくことはあるんじゃないですかね。なんかね今日、はい、あの会った人にこういろんな話をしてて、なんかムカつくこと多くてねとかっていう話を聞いたときに天気のせいですかねって言ったら、すべて天気のせいにしてませんかエリューさんって言われて、そんなことないですよ、お腹空くのは天気のせいじゃありませんからね、はい、とか言ったら食べ物ですかっていう返しでしたけど、はい、いや今日もなんか皆さんがどんなことをこうねつぶやいてくれるのかが楽しみでございますが、はい、ねえマサト、はい、大阪何日行くんだっけ？大阪は7月8、9、10、11、12、11、まだ増えてるぞ。まあ、のあたりで行くので、はいはい、まあいいねいいね、いっぱいねこのお土産話を楽しみに、そうですね、はい、はい、あの海には近づくなよと。まあ大丈夫ですね。ね、母ちゃんうるさいですね、はい、地震来たら海から離れろよとかね。まあ海はよっぽど沖縄の方が近いんですけど、ね、ですよね、はい、目の前ですからね。おーみたいな、今日もなんかないでおりますが、はい、昨日あたりまでねやっぱり風が強かったのか波が出てましたが、そうですね、はい、皆さんところの天気どうですか？そういえば今日さあの、はい、LINE ニュースでなんだけど千葉の方でなんかこう大規模停電、はい、って思って、なぜか私自分家のリモコンで電気つけたり消したりして、うん、ついてるって全然違うっちゅうのね。まあ天気とか地震の話で言うと、はい、ちょうどあの大阪の話もちょっとなんですけど、うん、大阪の高槻震源の去年あった結構大きい地震があったじゃないですか。あったね。あれからちょうど今日で1年なんですよね。あの塀が崩れて女の子がとか、あの小学校に登校する時でしょ、塀の高さとかのが見直された地震からちょうど今日で1年なので、今日か、はい、そっか、はい、あれもちょうど、ね、なんかね、まあやっぱりそういうのがないと危ないところの見直しとかもされないので、まあね、うん、決していいことではないんですけど、うん、見直すきっかけになったのかなとか、なんでもそうですけどね、なんかねちょっと考えりゃ分かるだろうっていうこととかたくさんありますけどね、うん、家の耐震とかのも、うん、それこそ11年前の岩手宮城内陸地震、うん、11年前だと思うんですけど、うん、多分それの時に一気に見直されて、うん、それこそ姉肌なんだって出始めたのがちょうどそのタイミングだったので、内陸地震とかね、はい、そうねそうね、だからまあ
そういう何かしらがないと本当に見直すきっかけがないので、ちょこちょこ見返していかなきゃなと思いますけどね。姉派さん問題ありましたね。カツラだろってお前。地元のうちの超近所っていうね。そうそう。そうなんだ。はい。ねなんかね、もうね。そう、姉派さんの実家が。なんなら、ね、昔住んでたところの隣近所ぐらいのところにね。そう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 、そうなんですよね。でなんかあの建築のあれだけが偽造じゃなくて、お前カツラも偽造してたんじゃないかみたいなのね。その実家の映像が出るとね、あそこみたいな。そうそうそう、ここってさみたいな。本当にもう気の毒ですね。ご実家見たことあるようなね。そうね、はい、あの問題もなんかこうそれで買われた方たちは気の毒ですけど、なんか時が経つと笑い話にされちゃうっていうね。そうですね、はい、うん。でもどう見たってあの頭は最初からおかしかったよね、偽造だよね。そうですね、うん、はい。なんかそんなとこあの突っ込んでいいのかな、うん、たまにテレビ見ててもちょっと今日ずれてるよねあの人っていう時あるよ ね、うん、そうですね。特にうちの母と祖母がもうそっちの美容師理容師系なので、普通に見ててはそんなに違和感なくてもすぐカツラって言ってくるんですよ。で一時期自分が祖母と3年ぐらい暮らしてた時にバラエティ番組とか見てると、あこの人カツラだってすぐ隣から言ってくるんですよ祖母が。なんかね、わかるんだね。わかるみたいで。でもさ、あれは人工の毛だよとかって。ああ、なんか普段からそんなこと言ってると、会った時にそれがもう反射的に出ちゃってセーブ効かなくなるので、普段から気をつけないとダメですよね。あ、まあカツラだけならまだいいですけどね。あ、ここいじってるとかすぐ言うんですよ。この親子2人は似てるなと思いながら本当に。ちょっとこの顔の筋肉の動き変よねとか、ね。あ、鼻高くしてるとか。あれこの間と顔違うよね。彫りがとかな。そうで、はい、顔が微妙に違うと分かんなくて、そんな時は目を閉じるんです私。そうすると声で分かるので、あ、はい、あの人だこれみたいな。そうするといけずですよね。ネットでほらこの人顔変わってるよねみたいなね。まあ、まあ、私そ ね、 そうね、はい、ごめんなさい、はい、でも不思議よね、まあ、不思議な話にかぶってくるのかもしれないですけどね、はいはい、てなわけで、はい、20秒後テーマトークいきたいと思います。不思議でムカつく話、バラバラにいけたらいいけど一緒になるんでしょうね、はい、ではでは後ほど。あれおかしいな、なんか音ありますよね。ビンビン響く感じ、ね、バランスが。ああ、ちょっと喋ってる間にいろいろ流しますので、はい、いきます。はい、BGM はこうね、ドロロンエーマくんかかっておりますが、はい、これが出たってことはやっぱり不思議な話いかないとね。はい、ただテーマにあったコメントが来てるのでちょっと読まさせてもらいます。はい、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 その前に Z さんですね、こんばんは、東京も明るいよ、さっき言ってた停電の話、うちは停電はなかったよって来てますね。よかったね、はい、でテーマにあった話ですね、一服堂さん、うん、あ、部屋片付いてないのに私が悪いんだけど、旦那が勝手に片付けてくれたことにムカついた、どこに何あるか分かんなくなったって娘とぼやいてました。わかる、わかる。あるよね、ほんといい迷惑、散らかってるように見えてどこに何かあるか分かってるっていう、ね、そう、はい、なんかさ分かんだよね自分では、匂いがするというか、こっちにあれがあるわみたいなね、はいはい、あの書類はこの辺にあるのよとかね、はい、動かされたらもう痕跡がなくなるので分からないですよね。一服堂さん、わかる。はい、改めて、はい、一応トークテーマ言っていきましょうか、はい、不思議な話とムカつく話、はい、はい、まあどっちの話でもいいし、はい、どっちも被ってる話でもいいので、そうなのよ、どんどんお願いします。はい、はい、不思議な話なんかすぐ出る、私これ話したくてさ出したんだけど、はい、どうぞ先に。この頃有名なのか、あ、皆さんちょっと質問でございます。今この声割れてますか、音大丈夫、ツイキャスト関係、あ、そうなんですね。OK でございます。はい、実はこの頃夜眠れなくて、私。はい。で、眠れなくている中で、やっと寝たなっていう時に、夢なのか現実なのか、はい。わからないことが、次々起こるというか、なんだろう、本当に、現実的に起きたことを会議してるんですよ。はい、うん、なんかこう、これってどう思うとか、はい、
こんなの起きてるけど、あ、そうだそうだ、予定では明日こんなことが起きるからさ、ちゃんとこう気をつけておきなよとかさ、はい、準備しておきなよとか。でも実際それが本当に起きるのよ。はい、わかるわかる、言ってんの伝わってる。正夢ってことですよ。正夢というか、この正夢だったら、例えばリンゴを食べてる夢を見て次の日リンゴ食べるっていうのが正夢じゃない。でもあれですよね、何が起きるか分かってたら正夢になるんじゃないですか。そっか、そうなの、ね、予知夢の方なんですかね。ああ、なんかね、その予知夢っていうのも自分で感じるっていうよりも、はいはい、この右側に立ってる人、はい、私寝てるから真ん中にいるわけじゃない、はい、でちょっと話し合い始めるよみたいな感じで起こされるわけですよ、夢の中で、うんうん、はい、で夢か現実なんか本当に分かんない、起こされます、はい、で布団のとこに、はぁ、本当に、やっと眠ったのに、みたいな感覚でこっちはいるのに起こされて、で、右側にいる人が喋り出すの。今日のあれってどう思う？みたいな。あれのも、知ってる人なんですか？今思えば知らない。へぇ、ね、これってどう思う？って聞かれて、どう思うって言われても人それぞれだし、私は嫌だけどさ、でも仕方ないよね、その人がそう思うんだったら。言っても通じない相手に言ってもしゃあないじゃない、みたいなことを私が言うと、はいはい、この、人がそんなの言ってたら本当の成功なんてつかめないよって言うわけですよ、はい、あ、まあそうだよな、納得って、まあ分かるわそれは、でもねと、でもねって、みんながみんなその話分かるわけじゃないから、私いくら言ったってさ、みたいにふてくされてるわけよ、私自身が、はいはい、なんかこのなんちゅうの、この言ったってこうだしああだしみたいな。そうするとその時の問題というか課題になってる人がこの床からほや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 って出てくるわけ、はい、で、いや言わせてもらいますけどね、自分はこう思ってこう言ったんですよとか言ってくんだよね、はい、で、そしたらこっち側のわからない右側の人、今思えばですよ、このその場では分かってんですよ、はいはい、でなんかこの人が、いや、ちゃんと説明しろと、ちゃんと自分の思ってることを相手に伝えなさいって言うから、だから伝わんないって言ったじゃないですかって、でもいいよいいえって言うから、はいはい、言うわけですよね、私がこうでこうでしょっと、これは愚痴でも何でもなくって、こういうことですよって、もう一度筋道立ててあなたに伝えますよって言うじゃない、はい、あなたはただ私に言われて面白くないから納得したくないけど、本当は深いところで納得してんでしょみたいな、はい、言い合いになるわけですよ。でそうするとその人がなんかこう、分かった、明日まで考えておく、で明日返事するっていうわけですよ、はい、で、うん、ちょっと待ってって、でももう1日時間ください、明後日電話します、全然電話の約束と思うかはこの実際はしてないんですよ、はいはい、そしたら1日置いて電話来るの。あの件ですけど、なんかふとあれは自分の勘違いの思い違いだっていうのがふっとどっからか入ってきたので電話しました。それは現実の現実、不思議だね、まあ、でも本当に予知夢とかに近いかもしれないですね、うん、でこれが1回だけならあれじゃない、うん、それが毎夜毎夜繰り返されるわけですよ。はいはいはい。で、今日のこう私がこの例えば仕事でこう進めていきたい。でもなかなかそれがうまく進まなくって、って思ってると、パッとその右側の人が私にこう紙を渡すというか、パッと何かを渡してそこに名前が書いてあるんですよ。うん、この人に電話をしなさいみたいな。はいはいはい。と思って。そうだなと思ってこう電話というかこうメッセンジャーで連絡をして、お時間取ってもらえますかみたいな、うん、あ、いいよいいよいいよってパンパンって、それが思ってた以上すごい展開で準備がこうスタートしたみたいな、すごくないですか、うん、すごい不思議ねえ、うん、でそのまたこの人が夢というかこの中でこう指さすんですよ。そしたら引き出しのところから煙が出てきて、うん、こうぼやみたいな火事が起きるというか、はいはい、でそこであの溜まってた書類みたいなのがバーって燃えてパーって消えていくのね、はいはい、でよく火事の夢を見るとあの逆に水に気をつけなさいって言うから水なのかなとか思ってたら、
あのちょっと調べてみたんですよ、あの夢占いで。そしたらこの火事っていうのは、あの新たなことがスタートする、思いがけない展開がある、成功をする道筋が立つとかという意味らしくって、うーん、そういう意味らしくって、はい、そしたらこの私がこうしたいんだよな、この仕事でこういう風に段取りしてって、でもどっからうーんってなってるのがパタ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 形になってって、はい、それが今日このここに来るまでの間に起きたんですよね。すごすぎる、今日はどんなことを伝えに来てくれるのかしらと思って。え、なんでそこで笑うんだよ。はい、うん、不思議だね。まあ不思議な話ではありますけどね、なんか不思議だなっていう、さらっとしてるね、なんかにゃーだって全然のとこにいや、なんかこうもうぼんやりとしかっていう、こう不思議なことすぎて、本当にこのあなたの斧は金の斧、銀の斧、銀の斧、うん、なんだ、き、なんの、鉄の斧みたいな、はい、そういう感じでこう現れてくんだよね。うん、あ、現れ方の話です。まあ、ね、でもね、気がつくともういるのよこの人。はいはいはい、別に聞いてくるわけじゃないですね。こっちとこっちどっちみたいな。あ、聞いてこない。そういう意味かと。聞いてこない。はいはいはい。うん、なるほどなるほど。うん、で、あ。あと夢の中で何かを拾おうとしたときに、はい、それは拾うなとかっていう声が聞こえる。うん、で間違って両親の声なんじゃないです？いや自分の中の。うん、うん、で、あのただね、夢の中で猫ババしたらそれ以上のしっぺ返しが来るので、はいはい、猫ババじゃなくて拾ったものは私は夢の中で募金したりするようにしてる。え、それは言い伝え？あのね、でも本当にそういうことが起きる。経験？経験。エリューさんだけのあれ？これでもね、なんかうちの娘もそれを言ったら、うん、やっぱりって。夢に伝えとかではないんですか？ではなくて、でも試してみてください。夢の中で猫ババしたら、まあ、本当に運気が。試せないですけど。全然。はあ、自分の中でないしね。ああ、そうなんですか。全然。あ、まあ、言ってたな。最近ちらっと見たな。はい、あ。はい。すごいですよ。だから私今ヘッドヘッドなんですよ。うん、眠れない。なんか、そう。うん。そう。大変だね。なんか、クールですよ、今の大変だね。そうですか。大変だね、とか言われたら、もうなんですよね、さらっとした。さらっと流された感じ。いや、なんか大変だな。寝れないっていうのはね、なかなかきついですから。なんか、起きてるうちにやってくれたらいいのになと思います。まあ、わりかしいびきかいて寝てますけどね。寝るとか言ってるしね。そう。本当に、よう言うわと思うね。昨日、やっと寝れるっていう時に、1階から、すっごいもなんかの音楽とか人の喋ってる声って全てが聞こえるわけじゃなくって、一部 の周波数のところだけがキンキン聞こえるわけじゃないですか、うん、それがマサトの携帯からキンキン聞こえてきて、思わず LINE でマサトうるさい、いや、まるで今の言い方だと自分だけ悪いみたいな言い方してますけど、うん、これ寝てる部屋の扉開けて寝てますからね、閉めて寝たら聞こえないですよ。上に上がってきて開いてる。そうでもない、そうでもない、そうでもない。閉めてても聞こえるって。閉めてたら絶対もっと聞こえないじゃないですか。もっとでしょ、でも聞こえるわけじゃん。でもじわっとでしょ、うん、っていう話じゃないですか。キンキンした尖った音だけ聞こえるんですよ。だってガンビ開けしてあれ。だってなんで開いてたんだろうね。いや、一番最後に。分かった分かった。上がったでしょ。分かった。あの、電気消して寝ないと眠れないから、電気消して寝るわけじゃないですか。はいはい、で、電気消して、あのお布団に入るには真っ暗で入れないから、ドアを開けたまま入って、次に誰か来たら閉めてもらおうみたいな。携帯のライトがあるでしょう。眩しいし、あれ寝てる人どんだけ大変だと思う。寝てる方は大変よね、最初に寝てることがね、眩しくてね。どっちでもまあまあまあ、その辺の話はそれぐらいにして、はい、なんかコメント来てますね。一服堂さん、いいことだったのねって夢の話ですね。夢の中で誘惑に勝てるから猫ばばしそうと来てますね。あれって言うよね、麻酔がかかってる時と寝てる時は理性がなくなるので、本性が出るというかね、本音が出るって。だから寝言怖いよね。寝言怖いね、怖いよ、うん。私一番失敗したのが、はい、麻酔かかってる時に担当医の名前を呼び続けたっていう。もう目覚めた時の周りの空気の冷たさ。やだわ。
まあまあまあ、まあ、寝言の失敗はでもあるんじゃないっす？ないっす？自分はありますけど。え、何何？今のじゃ、あの今いないっすけど、前の前彼女と付き合ってた時に、いいの言って、別にですよ、元カノの名前を寝てて言ってビンタされて起こされたことありますよ。ビンタされるんだ。はい。なんでって言ったら、今名前なんて言ったつって言うこともありましたけど。間違ってるよみたいな。そう、しかも名前が一文字違いだったんですよ。あのさ、あれやめてほしい。はい。あのうちの息子たち微妙な名前の違いの子ばっかり選ぶのよ。うん、あれ困るわ、親的にも。読んでから違ってるっていう時がね。はいはい、はい、ピクッとするよ、こっちも。怖い怖い。まあ。ほんとね、一服堂さんね。ほんとよ、もう。はい。いや、もうね。変なことはないですよ。はい。変なことはない。なんだい、それ。はい、じゃあ、別の話しましょうか。はい。不思議なこと。ほんとにね。最近の話じゃないんですけど、うんうん、結構もう前の話なんですけど、うんうん、ずっと自分が自分だけだろうな、この考えはと思って生きてきた考えがあって、もうこの世界の中で、自分が死んだらもうこの世界が終わると思ってた時期があって、もう自分がもう本当にこの、何て言うんですか、主人公じゃないですけど、うん、だからもうこの道端ですれ違う人とかは、うん、このすれ違うためだけに生きてるんだな、みたいな。うん、自分と。うん、なんていうんですかね、なんて説明したいかな、なんかもう自分の世界にいますみたいな、うん、あ、自分の考えがもう本当小学校中学校とかの時代の話ですよ、うん、小説の中にこの人は参加してるみたいな感じね。そうそう、もうなんかこう今パッと見たテレビも、あ、もうこの瞬間のためだけに存在したんだなみたいなぐらいの考えでいて、うんうん、まあでもこの考え賛同してくれる人なんてほとんどいないですよ、もちろん、うんうん、尖ってる考え方なので、はい、って思って生きてたら、ある時テレビを見てた時に、うん、全く同じ話をしてる芸能人がいて、うん、あ、いたんだと思って、その人も道端でおばはんとすれ違ったら、あのおばはんは俺とすれ違うためにだけに存在してたんだなって言って感慨深くなるみたいな、まあ、それがあの、うん、今じゃもうテレビにも出なくなったあの島田紳助さんなんですけど、全く同じ考え方をしてて、やだ、なんかさ、うん、今も生き残ってる人だったよ。そんな人とさ、はい、あ、ごめんなさい、そんな人なんて、もう、ま、本当に全く同じ考え方で、うん、だから今それがちょうど何だったかな、番組名出していいか分かんないですけど、うん、行列で言ってたんですよ。そう、行列で言ってて、なんか磯野とかにもその話をしてて、うん、だからお前も俺が死んだらいなくなるもんやと思ってるみたいな話をしてて、うんうん、あ、全く同じ考え方だなと思って、うん、ただこいつ、あ、この人と同じ考え方は嫌だと思って、今はそんな考え方してないんですけど。そうね、はい、あの不思議なのが、あのうちでやっぱり子供4人いるじゃないですか、はい、嫌なことがあった時の対処法を見てると本当面白いんですよ、うん、あの娘はあのムスッとするんです、うん、なんか注意されるとムスッとして、うんうんっていう態度で相手も喋る気起きないような、はいはい、わざと態度を取る、うん、でもこの頃それに負けず、うん、ちょっとここでは再現したくないような言葉でバシッと言うというか、うん、で今度次男坊はなんかまたこう威圧的な態度で返してくるというか、うん、でそれにもある一言を返すとシュワーンって柔らかくなるんですね、うん、で一番厄介なのが長男マサトがとってもこうあのやっぱり演劇してたので、うん、腹から声が出てくるんですよ。でこの、はい、続けてずっと喋れるので、はいはいはい、息も切れずに、うん、でわーって幕下出て喋るのが自信ありげに喋るんですよ、うん、はい、本当にこいつあれって聞いてるうちにこっちが、うん、あれ私がおかしかったのかしらって思うような勢いで喋ってきて、うん、で後ででも私考えるとおかしいよ絶対って、うん、これ趣旨取ってないしって思っていつか言い返そうと思ってるけど、その勢いで来られるからこう口挟むタイミングがないというか、うんうんうん、でもある時言ったんですね、あんたその勢いで喋ってさまともなこと言ってるようにしてるけどへりくつだからねって言った瞬間長男が笑い出したんですよ。あ、こいつ先方だったんだな、こいつの作戦だったんだなっていうのに気づいた時に、はい、もう大爆笑してしまって、まあへりくつも理屈ですからねまあねこいつみたいな、まともなこと言って言ってるふりしときはまともなことになるんで、はあ、なんだってゼットさん
いやまあね、あの言っておきますけどね、そっくりなんじゃないってあの Z さんから来ておりますが、私は筋の通ったことしか言ってませんから。いやもう自分もそうですよ、筋の通ったことしか言ってないですよ。はいね、はい、そんなこんなでエマさんこんばんは、はい、こんばんはでございますよ、ジャイアントバカさんこんばんは、はい、ありがとうございます。うまいねこれ、うん、うまいね、ありがとうございます。お初